難しいな。普段なら自警団として見過ごせないって言っちゃうんだけど、今回はな。最近風評も良くなかったし、徹底的に世間から叩かれるような街になったりするのかな。それは困りますね。お手上げだな。秋葉原は諦めて、ルイちゃんたち穏健派を別の街へ逃がすことを考えるべきかもな。かもね。だがどちらにせよ、しばらくはおとなしくしているほかないね。さっき俺たちが懸念していた一般人への被害ってのがもう出始めているみたいだ。そんな。たまたま遊びに来ていた人が次々にナイロと影足の戦いで巻き添えを食らってる。こんな状況のせいでネット上じゃ秋葉原で今何が起こっているのかを確かめようとする連中や、安全性を考慮して池袋に拠点を移し脱秋葉原を唱え始めている奴らがわんさか出てきている。今この町に一般人が来たら余計に被害が増えるんじゃ。小競り合いでこの状況です。もし本格的にぶつかり合いが始まったらどうなるか。もちろんナイロは警察だけでなく、もしかしたらマスコミまで抑え込めるのかもしれないけれど、ネット全てにまで手は回らないはず。当然そうなればこの町は何か手が必要だな。人的、そして町の被害を抑えるために。問題はこいつらだな。いっそ全部話しちゃって危ないから来るなって言っちゃうか。それはちょっとごめんなさい。私たちのせいで、私のせいで。いや、これはもう君たちだけの問題じゃないよ。でも私がこの町で暮らしたいなんて思わなかったら、きっとこんな事態にはならなかった。しかしいずれはどこかでナイロとあなた方はぶつかることに。この町が好きだと思わなければ、好きにならなかったら、ここのみんなを巻き込むことはなかった。好きだと思うからこそ離れるべきだった。私は不幸を引き寄せている。私さえいなければ皆さんを巻き込むことはなかった。自分が人間ではないというだけだとずっと思っていた。けれどそれが大きな差で、とてもとても大きな壁で、私はどうしたらいいんだろう。怪我をした人やこの町を愛する人たちに取り返しのつかないことをしてしまっている。ごめんなさい。私なんであんなに楽天的に考えていたんだろう。バカみたい。ルイちゃん、そう自分を責めるもんじゃない。今は少し休もう。きっと疲れているんだ。でも大丈夫。きっと寝て起きた時には何かいい状況になっているさ。さあこっちでゆっくり休むといい。はい。ん？なんだ？なるほど。一か八かか。だが面白そうだ。この町で起こる事件はそうでなくっちゃな。よし、矢田部さんたちだけ呼んでこようぜ。ルイちゃんたちにはまだ黙っておこう。これは俺たちがするべきことだ。私の方は大丈夫かと。私の方は反応待ち。ノブ君、そっちはどう？難しいな。結局ネタだの釣りだのって言われて話が頓挫しちまう。証拠を見せろって言われ始めちゃったよ。
証拠。あ、僕が撮ってきた写真があるよ。お、ゴンちゃんナイス。これでなんとかなるでしょうか。状況は信じてもらえるかな。しかしまだ少し信憑性が薄いかな。何より我々のことを信頼してもらえないままじゃな。さっきのルイちゃんの会話でも聞かせられればいいんだけど、今さらそうもいかないよな。確かにそれがあれば少しは信じてもらえたかも。でもさすがに。ありますけど。え？一流のメイドにとってご主人様たちの会話の録音は当然のたしなみの一つです。本当にサラさんは何でもできるね。助かるよ。写真や文字の情報以上にさっきのルイちゃんの言葉なら伝わるものがあるはず。これならきっと。すごいというか、なんかここまで来ると怖いよ、サラさん。一流のメイドに必要なことじゃないかもしれません、さすがに。ですが、その万が一のため何らかの時に役に立てばと思いまして、その、あの、いえ、言い訳はしません。申し訳ありません。少しやりすぎでした。サラさんが困ってる。初めて見たよ。まあ役に立ったしいいんじゃない。まあ何にせよだな。ともかくこれで面白くなる。そうだね。あとは信じるだけだ。大丈夫だよ、きっと。ええ、そうですね。スズ、おじさん、秋葉原自警団の皆さん、今までありがとう。私行くね。行っても何も変わらないかもしれないけれど、でも何もしないよりずっといいよね。バイバイ。起こしちゃった。母さんのところ、行ってもどうにもならないかもしれない。でも話せば、もしかしたら少なくともこの秋葉原を戦場にしないでくれるかもしれない。どうしてもというのなら私たちも行こう。うん。途中にいるのは同胞だけじゃないはずだ。ルイちゃんが見つかればきっと戦闘になる。護衛がいた方がいいよ。だが無論そうなればナイロが総動員をかけてくるかもしれん。それでも行くというのなら止めはしない。だが我々がついていく。少しは妹のところに到着できる可能性が高くなるはずだ。そっか、結局この町を巻き込んじゃうんだ。私バカだ。やっぱり私は何もできないんだ。祭りみたいな雰囲気とかと一緒に遊
遊んだゲームセンターも、初めて会った路地裏も、全部が大切で、大好きで、そして、ニャッジ警団、それにこの街にいる人、みんなが大好きだよ。化け物である私たちを受け入れてくれた。でも、そんな大好きな街や人が、私のせいで傷ついてる。私が穏健派だなんだって言わなければ。好きにならなければよかったのかな。そしたらこんなことには。バカ言うなって。コウちゃん、ノブくん。好きになるのは仕方ないよ。それは自分でどうこうできるものじゃないんじゃないかな。ああ、何にも好きにならないなんて、それこそ化け物だ。好きなものは好きでいいじゃないか。前に渡部さんが言っていただろう。この町はわがままを受け入れる。そして叶えてくれる。僕たちの趣味がそうだったようにね。君の好きだという気持ちだって、いや、好きだと思うのならばこそかな。望めよ、さらば与えられんか。もしそうなら、ここは夢のような世界です。似たようなものさ。少なくとも俺にはそうだ。でも、私のは許される願いじゃない。私がここにいるだけで大勢の方が。なーに、もっと許されないような趣味がこの町には横行しているさ。例えば、ご品性のロ。ノブくん、ストップ。それはまずいよ。いろいろ引っかかっちゃうよ。そうか。いい例だと思ったんだけどな。IT ウィッチマリアの主人公であるマリアの声優は新谷光子。23歳の新人声優ながら、高い演技力と F 分の1揺らぎを持つ天性の癒し系ボイスを持ち、その高いポテンシャルにより、国内のみならず海外にさえ多くのファンを抱える秋葉原の声優学校卒の。次世代の声優業界を担うメシア。であるが、その出身地は青森県であり、これに関連して声優になると言って家出同然で上京し、貧乏生活を送りつつ夢を追った。彼女の人生が市ヶ谷マリアの境遇に重なるとして、声優のオーディション時に有効に働いたとされている。パーフェクトだ、我が同志。これは、これってアイデアさ。この町で大きなことをやろうっていうのなら、彼らがいなけりゃね。正直さ、この状況じゃ僕たちだけじゃどうしようもないけど、でもこれならね。ようやく役者が揃いましたね。話は扉越しに聞かせてもらったぜ。まあ、入る勇気がなくて、しばらく人が集まるのを待ってただけなんだけどね。それを言うなって。お帰りなさいませ。この町を愛する大勢のご主人様、お嬢様。何が起こっているの。あれ、ユーリって未成年じゃなかったっけ。夜いいの、
葉原の一大事に家でおとなしくはしていられないよ。そういう酒井さんだって未成年でしょ。高3だからもう18歳か。あそこの少女に俺のスカウターが反応している。ネットではいつも会ってるメンバーでもリアルでは初めての人が多いな。だよな。俺たちもなんだかんだで付き合い長いけどリアルはまだ2回目だし。やべえさんって来ないのか。あの人は群馬だから今バイクで高速走ってるって。到着はいつになるやら。あの人らしいな。まったく無理しなきゃいいのに。でもあの人の気持ちわかるな。私も絶対に行かなきゃって思ったもん。ああわかるわかる。俺なんてデスマーチの真っ最中だけど抜けてきちゃったもんな。あれ、あそこにいるのってカリスマメイドのサラさんじゃね。うわマジだ。あそうか、それで随分メイドさんが多いなと思ったけどサラさんの関係者か。つか、あのメガネの人って俺の行きつけのジャンクショップの店長なんだけど。自警団がどうこう言ってたのっててっきりサークルみたいなものだと思っていたらガチだったのか。なんだかワクワクしてきた。でかい祭りの予感がする。それにしても終電も過ぎたこの時間帯によくこれだけの人が集まったもんだ。皆さんがどれだけこの町を愛しているのかということでしょう。最悪私の教え子たちと矢田部さんのお知り合いの方々しか集まらないと思っていました。信じてみるものだね。のアイデアはナイスだったね。遠ざけるよりも共に戦うか。矢田部さん、そろそろ始め。皆さんどうも、秋葉原自警団の矢田部です。どこから話したらいいか。とりあえず今一度事情を説明させていただきたく思います。おそらく信じられない方も多いかと思う。しかし事実なんだ。確かにリアルとは到底思えない内容ではあるよな。だが今の話が事実だとすればここ最近の秋葉原の異常な状況は全て説明がつく。しかも最近増え、そしてここは秋葉原。何が起こっても不思議じゃない。夢と現実の境界線が若干曖昧だ。ありえる。どうなるんだろう。これからありえるな。むしろそうであってほしい。人外のものと謎の組織の戦い。嫌いじゃないぜこういうの。どうなるのかな。正直な話、今秋葉原は未曾有の危機と言ってもいい。二つの強力な戦闘集団がぶつかろうとしている。もし衝突が起こればおそらく今までの町とは違う町へと変貌を遂げることは間違いないと思う。当然それは悪い方にだ。これを防ぐためにどうか皆様のお力をお貸しいただけませんか。それじゃあここで影足穏健派リーダーの藤
文月るいちゃんから何か。かわいいな。ああれが影足。文月るいと言います。先ほど説明がありましたように、私はこの町に災いを持ち込んでしまいました。私は化け物です。でもそんな私でもこの町で普通の一般人として、皆さんと同じようにただ町を愛する一人として、でもそれが全ての発端でした。せめてこの町をこんな状況に、そして皆さんに迷惑を、いえ危険にさらしてしまいました。もう私にはなっていて、何をしたらいいのか分かりません。ただ謝るべきだとは思います。この町がでした。ここの人たちが好きでした。ごめんなさい。好きになってごめんなさい。私はこの一件が終わったら必ず。買い物にイベント参加にジャンクフード飲み食いして。その時って撮影はいいのかな。その際にはぜひ私のお店へお越しください。たっぷりとご奉仕させていただきます。もちろんここにいらっしゃいましたご主人様、お嬢様もぜひ。あたらさっさとやっちまおうぜ。やっべ、女の子と遊ぶなんてリアルじゃ小学校以来だぜ。しかもあんな可愛い子だぞ。命を懸けても惜しく、一斉にみんな不純な動機に。皆さん気にするなよ。そうそう、気にするなって。そもそも化け物だのなんだのって、むしろなあ、つまらないリアルにようやく訪れたファンタジー、最高だ。もっとすごい個性派の変わり者も大勢いるんだし、それに秋葉って外国の人多いじゃん。今私人間じゃないんですけど。だったら俺は実は魔王の息子で、されたすげえ能力が。甘いな。奥の右手には封印されし人外の暗黒の能力が。私なんて闇のハッカーの一人で。私も実はちょっと有名な声優